この前 あのダウンブローの動画の時に、うん、アプローチの時はめちゃくちゃ打ち込むみたいな話してて、うんうん、それの時にあのオープンスタンスにするからっていうのがあったじゃん、うん、でオープンスタンスをちゃんとできてる人がいないってね、うん、少ない、ね、言ってたから、うん、それなんかちゃんと丁寧にやった方がいいんじゃないかなと思ったんだよね。いいよやろうか。じゃあ、うん、平井弘明のワンナップゴルフ。オープンスタンス、うんに、うん、まずする理由からじゃあやろうか。そうだね、うん、オープンスタンスにするっていうのは、うん、要は向こうに打つのに、うん、こうやって投げんのか、うん、こうやって投げんのか、うん、どっちがコントロール性がいいかっていう問題、うん、そうだよね。そうゴミ箱にゴミ投げるのに、うん、横向いたまんまこうやってカッコつけんのかこうやって確率を求めるのか。そうだね。そうトスだよね、もう。あ、そうそうそう、トス、トス、うん。やったら分かるじゃない、もう、うん。こっちの方が絶対優しいじゃん。うん、ただ、こうやって、うん、こうやって打つことはできないじゃない、うん、あの、両手で持つから、うん。片手だったらこう、いいけど。そうだね。そう。両手持つから結局上半身はこっち向くじゃない、うんうんうん、で、差し支えない程度に一番開いたのが、うん、まあ、これぐらいのオープンスタンスだねって言われ始めて、みんなこれぐらいのオープンスタンスを取り始めてる。あっていう時に、うん、体の正面のボールがここじゃない、うん、そうここに置いて、うん、この方向に打ってるってことなんでね、うん、みんなそうだからこの間も言ったようにこれだと、うん、これだけ外に外れてますよ、うん、ってことになっちゃうんで、うん、つま先で合わせるんじゃなくて進行方向に対しての90度に置いたかかととかかとの間にこうやって合わせてくださいねってことなんね。ここに、うん、そう、それでこうやって打ってあげる。そうすると平井はコントロールするのに45度クラブを遅らせてくれって言ってる、うん、いい振り遅れを作ってくれ、うんうん、要はこの状態ってもうその状態なのね。アドレス、あそうでこれに対して上げて、うんうん、そしたら体とこうクラブがもうさ180度になってるじゃん、うんうん、そうするとこうやってこれるじゃん。あ、そっかそっか、そっか、その分遅れてんだ。そう、こういうアドレスだと90度か45度ぐらいで遅れるわけでしょ、うんうんうん、でもさもうすでにオープンスタンスでこうやってやってさ、うん、こうやってやったらさもうほぼ180度でしょ、はい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 、したらもっとコントロールが後出しじゃんけんができますよっていうアプローチを打つためにオープンスタンスにしてる。あ、でオープンスタンスの方がいいの？オープンスタンスの方がいいんだけど、うん、ゴルフ始めてオープンスタンスにしてる人、うん、アプローチでいないのね、うん、オープンスタンスをしてたら、うん、絶対に習ったことがあるの、うん、あ、やりなさいって言われたことで、そう、やりなさい、うん、アプローチってあのグリーン周りでちっちゃく振るじゃないって言って、うん、ちょっとやってみてって言われて、うん、こうやってやったら、うん、もう絶対に初めてではない。そうだね、俺もだって打たせてもらった時全然まっすぐだ、うん、絶対に習ったことがある。オープンスタンスにしてればメリットを知ってるかどうかまでは分からないけど、うん、絶対そって開きなさいよって言われたことがある人、うん、あ、じゃあそれの時に同時にボールの位置はかかとに合わせんだよっていうのも言われてるってことだね。そう、言われてる。先輩言われてるからじゃなかったらオープンスタンスを教えたことにはならないから。ならないから。そうなのにどうしてちゃんとしたところに置いてる人が少ないんだろうね。多分一つとしては今言った習ったことがまずない、うん、ボール位置をオープンスタンスにしてる、うんうん、こう向いてるだけ、うんうん、あとは上から見た時にどうしてもつま先が目に入るじゃない、はいはい、だからつま先でこうやって合わしちゃう、はいはい、こうやってここで、うん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 、そう、それのどれかだね。そうだね。かかとでさ真ん中にするとさ、うん、右スパイクの右つま先の前にあるんじゃない、うん、だからこんなの置けないよね。置けない。アプローチの極意6000の中で言ってるように、うんうん、これが右に感じすぎるっていう理由を言ってるんで、うん、それ見てください、うん、あ、そうだね、うん、そうそこに置いたらさ、ダフりそうじゃないんだよ、右にあんだから。いや、感覚よ、感覚。神質問ですね。なんか嘘。だってダフるでしょ、そんなの。手前にあんだもん。もうね、トールさんはね、知って言ってんのか、素で質問してんのか、わかんないんですよ。素だから。これは素だから。だって、ダフりそうじゃん。冗談の時で神質問なんですけど、ダフりそうに感じるんですよ。感じる。でも、本当にそれダフってたら僕教えないんですよ。そうだ。で、それはそうだ。なんでダフらないかですよね。うん、これも前も動画で説明させてもらったんですけど、私の、スパイクのこのオープンスタンスにしてるスパイクの通りに私まっすぐ立ちますね、うん、今正面こうでしょ、うん、でもスパイクの正面ってここなんだよね、うんうん、ってことはさ最下点がここなんだよね。そうだね。オープンスタンスにしたとしても、うん、黙って振ったら最下点ってここに振るの。地面に当たんないんだ。そう、
それは最高傑作、要は風車理論っていう理論がワンラップゴルフにはございますので、そちらをご覧ください。そうだね、はい、結局ここにダフってる人ってここで、ここに置いてダフってるんじゃなくて、このボールをここが最下点って分かってて、ダウンブローになっちゃうのが上がらないっていうイメージでこのボールを上げに行ってる人なんです。ああ、そっか。そう、上がるロフト使ってるのに。そうだね、ここが最下点になって、結局ここが最下点ってことはここまだ折り際じゃない、ってことはそこではダフんないんだよね、最下点じゃないんだから。ダフれないの、本当はね。本当はね、だけど最下点ってことはロフトがまだ立った状態じゃない、うん、あ、だから上がらないイメージが出ちゃってんのよ、はいはいはい、こうやって上から覆いかぶさるイメージがあるから、うん、ここにジャストにこうやって、うん、あ、そう、そっか、余計そうやるとしゃくるんだ。そう、その人はオープンスタンスにする権利がない。右に置いて上がらないイメージがあるんだったらやらなきゃいいの。そう、確かに、そう、ダフるイメージ湧くよね。うんうんうん、でも本当は何も考えず無意識で打ったらここが最下点に打つから、本当はね、うん、トップボールが出るのよ。そうだよね、そう、空中ってことだよね、まだね。そうそう、ここね、うんうん、ここが本当はこう最下点だけど、ここに構えるじゃない、うん、したらこうやってなるの。あ、すげえ。そう、こっちトップしてこっち打ったでしょ。そうだね、そう、うん、ああやってなるの、トップ真空。うん、そう、そうやってなる。そうか、うん、これウエッジだとうまくいくのよ。あ、そうだ、そうか、そ、7番だからね。そうそうそうそ う, そう。あ、ウエッジ忘れた。でも忘れたんじゃない、今日持ってきてないから、2本しか。あった。最近さ、もう打たないから、クラブ持ってこねえからさ、こういう時できねえんだから。ちゃんと教えらんないんだから、それ。でも、理屈は教えられるさ。理屈はね。こうやって構えて、うん、こっちはトップして、こっちは真空だよね、うんうん。だけど、トップボールって早いじゃない、はいはい、だから、こっち打つ前にトップボールがこっちに当たって当たんないんだよね。本当だ。そう。そういう風になっちゃうんだ。そう。だけど、ああいう風になる。あれが正しいわけ。そう。ああなってくると、うん、最下点がちゃんと正面に迎えられてますよってなってくる。それがね、オープンスタンスにする、ダフらない理由、うん。ここまで言おうか。いや、すごいよ。動画はね。うんうん、それが本当ある。そうなんだね。別にオープンスタンスいいわけじゃないんですよ。ここだけは分かっておいてください、うん。おすすめも別にしないですし、どっちでもいいんですよ。まっすぐに、ターゲットに対してまっすぐに構えても、うん、オープンスタンスにしても、打ちやすい方でいいんですが、まっすぐ構えたいっていう人も絶対いると思うんですよ。うん、で、まっすぐ構える方の絶対条件として、下半身よりも上半身が回ってることが絶対条件なんですよ。ターゲットに対してアプローチとかって加速スピードが足らなすぎるんですね。インパクトが詰まりやすいんですよ。だからみんなオープンスタンスにするっていうのも理由の一つとしてあるので、アプローチでまっすぐターゲットに構えるんだったら上が回ってあげられないとインパクト詰まりして、それこそダフれますよ。要は手が浮いてこうやってトーダウンするんですよ。そしたらまあ内角アップライトにしてあげればいいんですけど、こういうガセネタはダメだ。そうだね。そうなってくるんで、ま、うん、っすぐ構える方っていうのは上半身を回してあげてください。そうすればインパクト詰まりがなくなるんで、まあ、ダフリもトップも減ってきますんで、うん、それは気をつけてやっていただきたいですね。ボールの位置をさ直すとさ、うん、オープンスタンスの人がね、うん、初めは距離感合わなくなるのかな、どうなんだろう。今までが正規からが合ってなかったっていう考えになってもらえればいいんだけど、うんうん、確かに今までのその、まあ、合ってる合ってない別として今まで打ってた距離感とは変わる、うん、あ、やっぱ変わるんだ。飛ぶと思う。あ、うん、飛ばなすぎてたから今まで。あ、飛んじゃうんだ、うん、見てないのに分かるさ。飛んじゃうのね、うん、飛んじゃう、正しいところで当たって。そうそうそう、だから省エネできますよ。もっと振らないでもっと距離出せる。とにかくね、しゃくるから。あ、アプローチは一番ロフト安納になぜか知んないけどしゃくんでね、こうやって右膝とインパクトゼロがセットになっちゃってるから。多いんだよ本当に。ここは釣られる程度でいいの、こうやって、うんうんうん、回してあげればね、うん、そう、それだけで十分。オープンスタンスにする場合の注意点と、まあ、スクエア、まっすぐに、あ、スクエアに構える注意点を知っておけば両方うまくいくと思いますんで、まあ、ぜひ、まあ、イメージも含めてちょっと動画撮ってきましたけども、まあ、いろいろ練習してやってみてください、はい、で今回はですね、まあ、オープンスタンスまあ、ちょっと登録にバレてしまったんで、まあ、それの内容をですね撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。
オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。